そうそうそうハムスターがなんかぐるぐる回ってる動画見せられましたまやちゃんハート100個投げたよ、ありがとうございます。そうあのハムスターってでもこうなるねんで、うん、勝てたもんいや、勝った踏んづけないっけ踏んづけてない最悪や、踏んづけたっけ言うわけないや、踏んづけた人踏んづけた人いんの、うん、そう、最悪やん言ったらあかんですよ、ね、サクちゃん、サクちゃんえぇ、ーさくちゃんちの誰やっけ、お父さんかな、見つけてみたいな、瀬戸内さんラブありがとうございます、頑張れ、頑張れ、あ、使ってる、めっちゃ使ってる、どこ行ったっけな、まこちゃんにもらいました、あげました、メロメロディクラリオさんハートありがとうございます、100個もあいますって違うね、またさパパさんハートありがとうございます、話からありがとうございましたってまたツイートしてないからさ、あいやもうしてない、さっきそっちからやらないといけないんですよ、うん、ごめん写真を選別してないんですから、さっき配信中しちゃった、怪しいや、あやぴょまこちの話を聞いてハムスター買うのやめたらしい、どういうこと、何の話したの、もう何した、夜中に脱走した話、えそうなん、夜中に脱走してさ、朝起きたらさ、ゲージの扉が開いとってん、うん、で、おらんくなって、うん、なんかキッチンの方からガサガサ聞こえんなと思って、うんうん、ゴミ箱の後ろからひょこってこうやって見つかったみたいな感じでさ見つかった、そう、まやちゃん、ハートありがとうございますゆかぱぱさん、神ありがとうございます、写真あげていい、あももちゃん、ハートありがとうございます、バイバイ、バイバイ、バイバイ、雪の写真あげていいって言ったけど、雪の写真撮った写真、全身の写真しかなかった、うん、わぁつらかわいすぎてさん、ピエライトありがとうございます、青だ、あ、私や、いちさん、だるまありがとうございます、奥行きの使い方もそう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 、こんばんは、コーンフレーク食べたいずっと言ってるやん、携帯ケースちょっと変えました前のに、ほんまや、ニューアセンだって、ちょっと携帯ケース変えたんですよ、ニューアセンだって携帯ケース変えたんですけど見せたのは携帯ケースじゃないやろ、うん、携帯ケース変えたんです、実はいちさん、誰も早く受け取ってありがとうございます、ゆりちゃん、誰もありがとうございます、うん、ハムスター踏んづけそうよくやめるって嬉しい、怖っ、やりかねない、クラリオンさん、キラキラありがとうございます、うん、タムタムさん、ペンライト、ピンクじゃなくて黄緑のクマのペンライトありがとうございます、今天気の子やってるのって見たい、タムタムさん、神ありがとうございます、まこちがショールームで何も食べてないとか、酒食べたもんな、あたこ焼き、ケータリングめっちゃ食べた、えぐいだった、何食べた、え今日なんかあった、唐揚げ、ポークチャップ、うん、シューマイ、エビシューマイ、うん、シューマイとかあったやん、食べたらよかった、うん、あと、なんか、何っけ、おだ団子、うん、ハーゲンダッツ、うん、ハーゲンダッツ食べそうだ、サラダ、うん、コーン、お味噌汁、うん、かきたまスープ、ご飯えぐい、めっちゃ、みんな美味しかったよ、でも、うん、何やったっけ、めっちゃ、魚だけ食べた、あ、魚食べたんや、魚だけ取らんかった逆ポークチャップ美味しかったですよ、ポークチャップ美味しかったよ、ポークチャップ、唐揚げ食べた、一個食べた、給食の唐揚げの味がした、それしみし、給食の唐揚げ美味しかった、給食唐揚げとかあったっけ、えなかった、でも絶対あるよな給食って、ちっちゃいなんかコラの唐揚げ、なんかクラゲの、クラゲじゃないクジラの唐揚げみたいな、クラゲはやばい、クラゲはやばい、クジラ出た、クジラだけ覚えてる、瀬戸内さん、なるもありがとうございます、 S さん、かわいい、ありがとうございます、一番好きな食べ物お肉です、何やろ、プリ、え、そうなの、プリ好きの、アイス好き、クリ好きやで、え、クリ好き、知らんの、モンブラン、モンブラン大好き、ツイッターあげますね、早く皆さんが
お待ちなので。シナモン。まやちゃんハートありがとうございます。それにしよう。ヨウタン小学校だけ給食でした。クジラさあんま人気なかったけどさ、クジラめっちゃ好きやった。クジラ好きやった。美味しかった。クジラのなんかトマトソースみたいな。え？唐揚げ。唐揚げのトマトソースみたいな。え？オンリー唐揚げ。え？美味しかった。シンプルーズ唐揚げ。み。アベベさんだるまありがとうございます。一番好きな食べ物で未だに止まってるやん。え？なんか一番好きな食べ物がなくて。適度に好きな食べ物がいっぱいある。絶対お肉って言うわ。お肉か。お肉好きやけど、めっちゃ好きやで、お肉。えね、好きや。好きやけど、今日って11月6日 ?6 日。あ。あ、どうした？まこちが堂々と千日前ど真ん中歩いてて、未来は大丈夫ってなった。え？せやん。千日前ってこと？千日前歩いてたわ。さとしさん、だるまありがとうございます。千日前歩いてなくない？どこ？千日前ってどこに入る？千日前ってどこやろ？広い？わかんない。かきさん、だるまありがとうございます。ソードアートオンライン大好き。見せよう。見せよう。ジュナさん、レインボースターありがとうございます。え、もう全部見たし、全部大好き。意外や、親指がそういうのみんな。そうそうやんな、そう思う、でもめっちゃ好きやね、めっちゃなんか面白い。うっす感想。めっちゃなんか面白い。ほんまに見た。見た見た見た。もう感動のあのストーリーやで。見て見て。せよ、何やったっけ。ごばのりの坂田さん、ありがとうございます。あれは違うか、リゼロか、あれ。やばい、コーンフレーク食べて。買ってきたら。コーンフレーク、けど挨拶来てないとな、嫌やねん。どっかにあるんちゃう。ダイスさん、神ありがとうございます。りなちゃん、レインボースターありがとうございます。ハーゲンダッツ食べちゃったから、今日は。大丈夫。え、行けなかった。帰ったよ、バイバイって。そう、配信中しかも。まや。映画も見ましたね。オーディナルスケール。最近のやつ、一番最近のやつ。ラブレターが。アムムちゃん、ハート100個突破ありがとうございます。リナちゃん。まこちはね、ちょっと、ね、ラブレターありがとうございます。写真の選別に忙しいの今。まこち全然相手にしてないから。いいんだよ。すごい。ツイッターをね、あげないといけない。それでいいんだよ。ツイッターの写真をちょっと選んでます。ご飯何食べた？たこ焼き。おでん。あんりちゃん、くまありがとうございます。ありがとう。あんりちゃんだよ。どれにしよう、写真。これ漏れてると思う？え、超漏れてる。なんか全部漏れてる。あ、ごめん。適当やで、今の。え、全部漏れてる。ほんまに全部漏れてる。映画撮ってくれました。さとしさん、だるま1000個突破ありがとうございます。今日がフルダイブした日だよ。今日か。つらかわいすぎてさん、青のペンライトありがとうございます。あ、まこしやな。やめとく、ちょっと自意識過剰。ダメだよ。みょんさん、キラキラありがとうございます。やよいって同期によく無視されてるんです。そんな、そんなことないよ。そんなことないよ。教授さん、小判ありがとうございます。トヨタンさん、だるまありがとうございます。今日の自分なんか違う人みたい。まこ、最近綺麗系よな、まこ。すごい瞑想してる。まこティアラつけてたんや。そうや、見たい、それ見た？見たい。いいです。なんでやねん。アムムちゃん、だるまありがとうございます。ナナタン、アイスクリームありがとうございます。アイスクリーム、アイスクリーム。そんなことないよ、僕はそう思うんだよね。どんな後ろ、後ろにいるの相方さん。そうです。
コーンフレークが食べたくて仕方がない相方です。うん、マコ、何それ。ファントムさん、服ありがとうございます。クラリオンさん、ハートありがとうございます。どうしよう。アイスクリーム、フォーアイスクリーム、評価ですか。ミョンさん、バラありがとうございます。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム、ホット、ホット。何食べたいかな今。アイス、何も食べたくない。アイスは食べたい。三角チョコパイ食べたい。今いちご食べたい。汚る。いつから。わな、わな。ゆうちゃん半目で止まった。最悪やん。アンリーさん、キラキラありがとうございます。八期生と一緒にやる。ちゃん巣が出てる。確かに巣だよね。いちご水曜からだよってきてる。おお、水曜か。3日。何してる？3日後。アイシャドウ何使ってますか？持ってこよう。うん、持ってこよう。メイク紹介しよう。じゃあオッケー。じゃあおすすめのコスメ紹介し合おう。理由は今日はこれです。でも毎日違うかも、アイシャドウ。あー、めっちゃ持ってる。すごい。全然持ってない今日。じゃあ目部門、アイシャドウ目部門。めっちゃ持ってます。目部門はですね、マホのベストアイパレは、ベストアイパレは決まってます。ベストアイパレ今日持ってないよ。ベストアイパレ持ってない。エクセルです。私はあ、ね、エクセル。うっ、私はユードのこのアイパレがもう、うん、今まで出会った中で一番漏れるマス、ベストですね。え、見たい見たい見たい。めっちゃ可愛い。多分似合うと思う。ブルメナッツとか。え、可愛い。こういうのめっちゃ欲しい。おすすめ、これ。おすすめ、マジおすすめ。いろいろ欲しいもん増える。でも今日なガチでおすすめ、荷物減らしたくて。倉木さん、タコありがとうございます。そう、え、今日めっちゃちっちゃ、ちっちゃ半分ぐらい。2個の2色、エチュセの、うん、なんか冬のやつ。いいよ。使用感あるのちょっと嫌や、気まずい。いいですね。めっちゃおすすめ。あとこれ、マジョリカ、マジョリカ。なんかこの前さ、うん、アミにもらったさ、うん、パンプレでもらったブレンドベリーって言ったからさ、うん、え、かわいい。めっちゃかわいかった。うん、昨日の話し会でつけた。おお、かわいかったよ。クリオ使ってます。クリオ、クリオはハイライト。クラキさん、レンボスターありがとうございます。よっちゃんさん、髪ありがとうございます。めっちゃ綺麗で、これ。おお、めっちゃ綺麗。え、これメイクさんも使ってるの。うん、めっちゃ綺麗に欲しくて。そうなんや。美咲に使いました今日。美咲に使いました。美咲に使われました。勝手にマスカラ、うわ、ミルクタッチ。パパは、うん、ミルクタッチ。一緒かない。こっち、あれやん、新しい方やん。これもある。あ、一緒や。ちょっと駅つきすぎるから。うん、駅つきすぎる。こっちに変えた。そうなの。いいで。こんな感じ。うん、ブラウンですね。赤毛団長さん、ハート100個投げてありがとうございます。あ、流行ってるそれ。そう、全然落ちへん。へん、そうなんや。そこらへん。めっちゃいい。リップは？リップはもうそんなん、うん、そんなんもう。待て。ん？ん？せーの。何？6番。フィグフィグ。フィグフィグ。フィグフィグしか買った。フィグフィグです。これ初期からずっと言ってるけど、ほんまフィグフィグしか買った。確かに。え、途中でフィグフィグハマりした人やから。マジフィグフィグよ。フィグフィグ。ブルベはとりあえずフィグフィグ使っとけばな。フィグフィグ。最近出会っていいのは、これ、ディオールのアディクトステラーグロス。いいの使ってるわ。874。シャイニー、めっちゃいい。これかわいい。そうなんや。キラッキラ。でもこれつけてる時のマコめっちゃかわいい。2円とかでめっちゃ光弾くって、うん、
キラキラ光る話した。私もそれや。みんなこれですよ、ね。うん。以上なんですけど、そう、私も以上です。持ってない。え、少な、そんだけしか持ってない。うん。せやん。こんだけ持ってきたんですけど。え、昨日は持ってたけど、今日はちょっと肩が痛くて。メイクしてきた。うん。あ、ならいい。何もしてなかった。ベースしかしてなかったから。会場行ってから。うんうん。初めて。姉妹みたいだね。嬉しそう。嬉しくないの。ブルベやけど6番唇と同じ色すぎて笑った。確かに。でも確証はないけどな。ブルかわいい。あ、かわいいやろ。かわいいけど、ほんまにそのクマがかわいいか、そのクマについてるストーリーがかわいいか、どっち。うん、クマについてるストーリーがかわいい。はい、絶対そうやと思いました。クマについてるストーリー、これ違うねんね。でもリボンの色、地味に絶妙に。あの方が持ってるのはちょっと黄色の色入ってんね、リボン。タイガースカラー。あ、そういうこと。そう、クマちゃんさん、あと100個ありがとうございます。ありがとうございます。今日カレーさんと写真撮ってんな。喜んでます。どうもどうも。やばい、嬉しかった。なんでそういうことになったの。何で進まない。めっちゃなめくじみたいな。映しとくわ。あ、映らへんかった。なめくじ。大塚さん、神ありがとうございます。コーンフレーク食べたいけど眠たい。死にたいけどトッポギ食べたいぐらいの。コウさん、赤ポコウさんありがとうございます。ハート。くまちゃん、レインボースターありがとうございます。なんかお菓子持ってこればよかったな。うん、いっぱい置いてあったのに、会場に。今日抹茶パフェ食べたらコーンフレーク入りでしたって。でコーンフレークってでもさ、どうやって食べる？食べるとしたら。え、ザクザク潰しなきゃ。普通にパフェに入ってるやつ食べたいってこと。下に。うん。スケモンさん、バラありがとうございます。足寒いから。スコウさん、髪ありがとうございます。カズさん、髪ありがとうございます。足寒いらしいです、ここ。今日スウェットです。今日末っ子です。末っ子です。明日長男です。長男。珍しいパターン。ベイビー、ほんまにやばいこれ。ないようなね、ほんまやな。ちょっと角度が。アンリさん、アンリさん、アイスクリームありがとうございます。明日学校です。コーンフレークしそう。コーンフレークしそう。しそう。しそう。間違えた。そう、ごめん、ほんまに。どうしたら、どうしたらいいか。どうしたらいいや。やばいな、全然。目に当てんといて。こうしたらいいか。あ、お、あ、お、お、あ、あ、あ、ここや。ここに影があったら。もうちょっとこっちや。光ってるんですよ、この子は。これ天使みたい。あ、それでいて、それでいて。ハートありがとうございます。え、待って、え、これって絶対だってだってときめき。ありゆう、
心地フラッシュって。心地も楽しかった楽しかったよ、ありがとう、ありがとう。楽しかった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 。コウさんハートありがとうございます。バイ。一歩早かった。でも絶対これやるときさ、やゆがやられる場合じゃない。桃太郎さん、神ありがとうございます。マッサさん、神ありがとうございます。カルちゃんさん、ハートありがとうございます。今、お腹見た？うん、あくびした。あ、青色ペンライトだ。のぶさん、ありがとうございます。炭酸せんべいさん、かわいい、ありがとうございます。 S さん、服ありがとうございます。真剣にちょっとツイッターの写真選ばないと。マコがツイッター選び、ツイッターの写真選びに入りました。はい、あと30秒で終わりしてます。やばすぎやろ。1時間ぐらい配信やるんですけど、ノープランで始めちゃって、マコとお話しようと思ったから。明日は夢中ライブ。うん、7やの7。うん、うん、7やました。7やで、皆さん7ですよ。7ですよ明日。うん、もう一人の坂は来ないです。カルちゃんさん、ハートありがとうございます。まこち、いい写真アップしてくださいな。画面左の、あーごめんなさい、本当に携帯が割れてるんですよ。うん、カルちゃんさん、ハートありがとうございます。今日の話し会楽しみが遠くからだけど、今日の可愛かった、嬉しい、写真載せますね。私もね、言って写真載せてないですよ。マコに早くしてって言ってるんですけど、ごめんなさい、許さないわよ。さやさん、ハートありがとうございます。あ、テロップ書いてないの、え、忘れてた、ごめんなさい。マコが消えてくれてますって書いてあるけど、全然マコいないんだけど。声はいる、ここにいるよ。ラストワークです、本日ラストワークです。クリスマスの告白終わりましたよ。ドドさん、神ありがとうございます。マコチどこ、マコチどこ、マコチどこ、マコチツイッターの写真選んでます。うん、サイレント見てますよ。こんばんは、今日は金曜日。マコどこ、あっち、こっち。え、これって絶対つら、かわいすぎてさん、青のペンライトありがとうございます。坂本リサ、リサのペンライトの見る、緑、そう、画面割れてるんです、ごめんなさい。黄緑か、こっちどこ、ちょっと姫の写真どれにしよう。絶妙にティアラが斜めてた。見たい、見せて、見せて、え、かわいい、こんなんしてる。ネタバレしないで、かわいすぎ。確かにネタバレしちゃった。クラリオンさん、ペンライトありがとうございます。今日もなんかしようか、もういそうやな、人足りひんから、一人そうやな、確かに。
なんでそんなノリノリなの。まこっちも言わせたい。クラリオンさん、ペンライトありがとうございます。自分が犠牲になったとしてもすごい顔して睨んでます。ティアラまこちめっちゃ可愛い。一部だけの特権です。一部だけやった。最近気になる先輩は、お二人とも午後は空調の音だね。空調の音です。明日の朝は配信します。男役をやめれば、確かにめっちゃいいですね。弱気の犠牲になりすぎた。そうだよ。なんでダメだ、真剣に選んでる。彩香ちゃん、ハートありがとうございます。 S さん、てんてんありがとうございます。今週エソーダドレ見に行ったら書き下ろし小説が載る。彩香ちゃん、ハート100個投げてよ。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、巻紙です。今日ちょっと失敗しちゃったんですけど、めっちゃ放置され慣れてる。ジュニアさん、ハートありがとうございます。マッサさん、神ありがとうございます。今度の話しかいそう。え、かわいい。うん、何、今度の話しかい。今度の話か、私服交換やで、ついに。まや、楽しみ、楽しみ、楽しみ。まや、たなたん決めてる。だるま、ありがとうございます。え、決めてんで。決めてんの。だいたい決めてる。マジやばい。どんな、なんか最近さ、系統がないよ。うんうんうん、結構いろんな着てるから。確かに弥生っぽくないやつ。そう、カジュアルめなんしようかな。うん、ゆきなちゃんとは交換してないんですよ。カルちゃんさん、キラキラありがとうございます。ナナタン、ダルマありがとうございます。髪型もして、確かにツインテール、ツインテールにしようかな。どう、ツインテール。いや、誰が。ハーフツインか。マコ、マコか。ハーフツインの方がってびっくりした。ヤユのブロ、ヤユのブリブリの服に、うん、ツインテールやってくれるならいいよ。いいよ。でも朝いないから。早起きして。やだ。ツインテール好評だったの、意外と。ね、かわいい。まこちの私服どんなんや。ほんまや、ね、逆にまこの服、ビリビリのデニムとか履いたことない。エイジさん、神ありがとうございます。コウさん、ハートありがとうございます。どう、うん、どっち系、どっち系があれ今のとこ。カジュアル。うん、楽やもん。この着てる自分が一番落ち着く。まこっちワンピース着てますよね、めっちゃ。着てる。だって楽やもん。楽やもんしかない。楽やもん。楽しかないよ。だって楽やもん。持ってはめるだけで。確かに。え、マコ結構ワンピースのイメージある。ワンピース着る。なぎささんにいただいたワンピース。コウさん、ハートありがとうございます。そうなの、なぎささんに。そう、あの、多分知らんと思うけど、うん、みんな、あの、いつかにあげた黄色のさ、うんうん、覚えてない？
ワンピースみたいな。黄色と白の。助さん、くまーいっぱい、ありがとうございます。清楚系のワンピースのやつは、なぎささんからいただいた。どんなんや、黄色。いつやっけ、夏前でも9月とか。半袖？半袖、半袖。後でツイッター遡ろう。うん、ハーフアップしてるだけなんです。瀬戸さん、レインボースターありがとうございます。お餅スキーさん、レインボースターありがとうございます。遊びに行くときとかでも帰るな、うん、人によって帰る。英語のときは、でも、あんまりゴリゴリにカジュアルなを選ばれました。確かに、結構バラバラになるもんね。そう。確かに。可愛い系とかにして、ちょっとガーリーな感じ。可愛い。何着ても可愛い。しれっと、しれっと彼氏みたいなこと言うから。みなちゃん、ラブレターありがとうございます。本命の時はマジでもう気合い入れる。ちひさんしかいひんやん。本命って。ちひさんしかいひん。ふわふわの着ていくから。ロブさん、しっかり。ペンライトありがとうございます。可愛い系にするってこと、ちひさんの時は。そう。わかる、その感じ。うん、まあ、こうそんな感じする、うんうん、今日もちひさんとな、うんうん、2番目のな、え、2番目にも行けてないんですよ多分。5、6番目ぐらいですよ多分。おもろおもろ否定はしないんですよこうやって。わからへんね、何枚乗るか。確かに。ライナーマーさん、赤のペンライトありがとうございます。青か、うん、あー、まこち俺やん、おります。今日の服装めっちゃ好き、うん、5、6番目ちひさんとまこのハトコレ公開収録締め切り日は今日までです。あー、そうだ、ありがとうございます。皆さん応募してください、ぜひ。来てくれた方でしかね、手に入らないものがあるみたいなので、ちょっと。ぜひ、起こしやす。起こしやす。私は出ないんですけど、起こしやすとか言って。起こしやす。店着物、最近冷たいからな。うん、なあ。確かに。そう。走った。ちょっと夢は絶対や。昨日のやつ。パルちゃんさん、レインボースターありがとうございます。サーコさん、レインボースターありがとうございます。コーンフレーク食べたい。まだ言ってる。どこで手に入るの？え、スーパー。スーパー、コンビニは？あ、手に入るかも。のらめ、のら猫さん、神ありがとうございます。まこちゃん、夢の何番目？だるま、ありがとうございます。どういうこと？夢の中でまこの順位。レインボースターありがとうございます。えー、うーん、宇宙で一番大好き。かなくんかおろかった今の。あー、面白い。いつもこんな感じ、うん、確かに。はるかさんがおるやん、でも、うん、君よ。そうやね、だから、ごめん、ごめんね。じゃあいいよな、この5、6番目でも別に一番じゃないな。そうじゃないの、私はあなたの一番がいいの。なんだこの女。やばい、鼻で笑いそうな感じやと思う。確かに。こんばんは。しかもな、うん、はるかさん次にアンジュさんもおるからな、まだ。そう、私もね、結構カリさんも好きやし。ほんまや。でもちゃんとその軽い好きじゃないから、重い好きやから。言うの好き、うん、一人一人が重いから。激重。そんな1位とかないから。1番とかないんです、私は、うん、人に対して順位とかないんです、うん、ある人なんていないと思うんですけど、うん、で、
そうなんです。一人一人の愛が重いので、そんなに、そんな、ないですよ。みんな一番。みんな大好き。みんな大好きです。つまりは DD ということでよろしいでしょうか。違う、なんかみんなってそういうみんなじゃなくて、うん、好きって言った人は、ちゃんと重い愛がある。わかる。あるよ。わかって。そのなんか、適当に好きとか、あ、好きです、好きですとか言わないから、うん、好きですみたいな。好きだよ、軽く言っちゃダメなんよ。わかる？な、うん、憧れの好きとさ、あるやん、ちゃんと。ワンタンメンさん、ハート100個ありがとうございます。なんか、DD っていうのは、これ何回 DD の話語るねんって感じやけど。あ、大好き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 みたいな感じじゃなくて、大好きです。大好きです。だから DD じゃないです。うん、彩香のが DD。そうそう。好きを安売りしないの。確かに。そう。可愛いと好きを安売りしちゃダメ。そうよね。可愛いもほんまに可愛いと思った時しかないもんな。うん、そう、一人一人に真剣なんです。これふざけてるわけじゃなくて。うん、自己紹介のみんなのことが大好き。それを言われたら、でもこれと、まあ、それとこれとは別に、それファンの方のことはみんな大好きやようでいいんです。うん、そうですよ。カルちゃんさん、誰もありがとうございます。可愛いと好きは安売りして、 DD はみんなそう言うんですよ。そうかな、そんなことないと思いますよ。あ、なんか来た。そかそかのそかが来た。かわいい。え、めっちゃかわいい。今日のギャルっぽい。今は DD の話題ですか。そうですね。みのりちゃん、ハートありがとうございます。そかそかコンビに。なんかめっちゃくしょくしょなんやけど、やば。なんでそんな夏みたいな感じかな。サマーバケーション、ゆかパパさん、ラブレター、ありがとうございます。そかそかコンビニ。いや、でもね、美咲もういなくなっちゃうんで、コンビニです。カナさんにサカタン好きって言ったら、は、俺のミサキやから言われた。あら、ミサキ、ミサキ、ミカナさんの俺のミサキなの、どういうこと。理解できないよ。寝てたって。またどういうこと。ミカナさんのファンが、え、うん、ミカナさんのファンの方が、うん、ミカナさんにサカタン好きって言ったら、俺のミサキって言われた。初めてそんな聞いた。あら、でもそうやな、あの自己紹介の時からミカナさん、うん、ギャルっぽいの好きって言ってはったのが、うん、あの坂田の、うん、いい、もう見ても坂田の話してるんや、え、なんかドキドキする。なんかもう見にいっぱいしてるから、撮られてるんや。知ってます。はじはじ。でもなんかそろそろ卒業した方がいいんかなって真剣に考え始めてる、ちょっと。うん、なんで。やっぱ気まずい。そうね。ゆいの愛も受け取ってるよとか書かれたらちょっとあれって思うから。勘違いしてるの？うん。なんかそういう愛じゃないもんなって思っちゃう。ゆいはこうあしらわれる愛やから、それがいいんですよ。あしらわれたい。ひさぼうさん、ラブありがとうございます。あしらわれたい。いや、あしらわれたいわけじゃないんやけど、ほんまはちゃんと愛を欲しいけど、うん、そんなこと言ってられへんからもう。なるほど。そうなったらもうあしらわれてるのを受け入れるしかない。あしらわれたいの分かるわ。
みちゃん何言ってんの。そう、最初はね甘々なメールが欲しかったんですけど、今は今なんかもうあしらわれないと落ち着かない。なんかもう無になってるお人形さんみたいな。本当やゆちゃんっておもろい。ありがとうございます。それは褒め言葉ということでしょうか。そうだからいつまで撮るものなのかっていうのを考えてますね。クリスマスの甘々なモバメが来る前にやめようかな。クリスマス何も送らないですよ。いいや、一生撮り続けても、うん、答える前にか。マホの弥生さん、マホの弥生、マホの弥生じゃない、ロハのモバメそんなに需要ある？エヨイに、うん、ハニャ、ハニャ付き、え、ハニャ。いい人が体操選手みたいな待って、これ行きました。生誕ティーは？おい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 。さっき弥生の生誕ティーはって聞いてる。いえ。あ、もういいえ。え、でもさ、キャンパチの時弥生の生誕ティーで出たで。そうや。そう、みんなに映る時は着替えてたけどさ、うん、寝る時さ、着替えてる。そうや。だよ。うちは一緒に寝たんや。うん。朝起きたら布団がなくなってた。畳の上やった。弥生と一緒に寝たんですよ、布団で。キャンパチの日に、ね、うんうん、2時間ぐらいしか睡眠なくて、うんうんうん、しかも大人メンバーがさ、うん、なんて言っけ、妄想話やってたから、うんうんうん、帰ってくるの遅くてそっからお風呂やったから、うん、もう電気がついてるわけですよ、うん、私たちの部屋は、うん、でもうなあ寝られへんやん。無理やり寝るしかなくて弥生を召集して一緒に寝たんですよ、一つの布団で。そして朝起きたら、うん、あのなぜか私が私の布団なのはずなのに私が畳の上にいて弥生が真ん中に寝ていて布団ももぎ取られて、どうもどうも、寝てましたね。快適な睡眠でした。なんでですかね。肩映ってる。映ってる、映ってる。やば、めっちゃ態度悪いねんけど。かわいい。そう、サクがうるさかった。サクがもうさ、なあ、そうや、サクがうるさかった。テンション上げ上げやった。二乗ね。そう、布団、そうそうそう、布団。どうもどうも。どうもどうも。でもよかったね、今こっち。いや、うわ、なんでだよ。でも寝相悪いんじゃなくない？マコが寝相悪いんじゃない？なんで？なんで？だって落ちたってことやろ。布団剥ぎ取られてたんは？出てた。だって一緒に入ってたもん。なんで？出てたのマコやから。違います。寝相悪いのマコ。違います。ドボーさん、え、すごい、初めて見た。虹、ありがとうございます。え、めっちゃ可愛い。虹の顔がある。綺麗だよ、綺麗だよ、綺麗だよ、綺麗だよ。雨が降ってたんだ。すごい、すごい。え、初めて見た。すごい。え、ほんまに初めて見た。
すごいね。うん、赤ちゃんハートありがとうございます。家に帰ったらもう3秒で寝る自信ある。うん、眠そう。ひろしさん、神ありがとうございます。カルちゃんさん、バラありがとうございます。え、52分や、57分から読みます。カルちゃんさん、これ HP のやつありがとうございます。まこちゃん無になってるんじゃなくて、そう、赤ちゃん、明日もデビュー頑張ってね、ありがとうございます。よっちゃんさん、神ありがとうございます。ななたん、だるまありがとうございます。二人ともお疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。おじいさん、神ありがとうございます。明日最終日です。まこち寝そう。かわいい、かわいい。ちひさん、ちひさん寝てた。頑張れ S さん、ありがとうございます。頑張れ、ありがとう。なんかこの辺にぶっ刺さったよ。ごめん、刺した。めっちゃおもろ。雄大さん、キラキラありがとうございます。サボさん、ファイトありがとうございます。覚えちゃった、覚えちゃった。コウさん、ハートありがとうございます。前髪巻きすぎてさ、お眉になった。お前やな、八分だからオンザ眉子、眉子、オンザ眉子、オンザ眉子。最終日は20時まで、そうなんですよ。54分だ、あと3分。今日のマコの服めっちゃ好き。マウジー。マウジーだよ。マウジーやと思ってた。マウジーやと思ってた。スクショダイもする。ホンザマユコ。スクショダイもやばない。ホンザマユコ。後ろ通った。顔がもう生きてなくない、うん、今。いや、もう。あ、なんか星がピョンって言った。うん。大和氏さん、レインボースター、ありがとうございます。坂田さん、さっきまで可愛い服着てましたよ、ちゃんと。今体操選手。黒島平平さん、ハートありがとうございます。ヨイちゃんから見たら2人は子供？まあ、そうですね。4ヶ月しか変わらんぞ。確かに。めっちゃ上に、見た目だけやったらめっちゃ上になる。二人とも動画やから。結局ヤウイ坂が正式なトリオ名だ。ヤウイが勝手に決めました。そうなんですよ。最初何やったっけ？夏の声をダイエットするみたいな名前。そう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 。何やっけ？変えられてました。そう、なんかヤフジャカいいよと思って、でも一人につき二文字使ってるのに二人につき一文字使いすぎやわ。比率やばい。でもまあね、ちょっと音強いやから、うん、ヤフジャカで、ヤフジャカ使っていこうよ。ほぼヤフちゃん、ほんまにヤフ全部わかるから。8割ヤフ。よし、そろそろランキングもいきます。3位やって、13位、あやかちゃんありがとうございます。12位、じゅんやさんありがとうございます。
11位コウさんありがとうございます。弥生の真似したな。10位カルちゃんさんありがとうございます。9位アンリちゃんありがとうございます。むず8位ナナタンありがとうございます。ちょちょにダサい。7位倉木さんありがとうございます。なんか全部ひっくり返すけな。変わっちゃったかもランキング。ちょごめんなさい、しょうもないことしてたからどうしよう。もう一回読みます、ごめんなさい。13位純也さんありがとうございます。12位コウさんありがとうございます。11位アンリちゃんありがとうございます。10位カルちゃんさんありがとうございます。また変わるで。9位クラキさんありがとうございます。8位 S さんありがとうございます。7位ナナタンありがとうございます。ひねってた。6位タムタムさんありがとうございます。5位リナちゃんありがとうございます。4位マヤちゃんありがとうございます。3位サトシさんありがとうございます。2位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。1位のぼうさんありがとうございます。マコを操り人形にしてた。一応歌うやん、歌わないと思うんですよ。ガトーショコラさん神ありがとうございます。今日ありがとうございました。ありがとうございます。配信お疲れ様ありがとうございました。いっぱい来てくださって、皆さん BGM 流れてる、 BGM 聞こえてるよ。何歌ってる、聞こえてないと思う。聞こえちゃダメなやつ。ありがとうございました。まだツイッターの写真が決まっておりません。確かにコーンフレーク食べたい。最後の最後まで。あ、あ、もうすぐだよ。あやるりさんキラキラありがとうございます。楽しかった。ありがとうございました。